英米法とは、イングランドの国王裁判所、及び大法官府裁判所の判例を通じて、形成されたコモンロとエクイティからなる法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域にあった諸地域にも広まったもの。世界各国の法体系。大陸法は水色系、英米法は桃色系の色で塗られている。英米法内し英米法系とは、 イングランド法やニューヨーク州法といった特定の法秩序内し法体系に着目した概念ではなくヨーロッパ大陸諸国の法体系である大陸法系と対比した場合の複数の国の法体系の共通性内し類似性に着目して総称した類概念である。ゲルマン法に由来する中性的慣習法として成立した。 判例法たるコモンローがイングランド法の基礎として発展したことからイングランド法を基礎とする英米法を指してコモンローとも呼ばれる。英米法はイギリスの支配下にあった地域の多くにおいて採用されておりアメリカ合衆国の法体系もその一つであることから英米法と呼ばれる。もっともアメリカ合衆国は比較的早期にイギリスから分離したため 他の英米法地域と比べて多くの独自性を有する。なお、イギリス連合を国内のスコットランドやアメリカのルイジアナ州やアメリカの事実上の植民地であるプエルトリコでは歴史的経緯から大陸法系あるいは大陸法と混合した法制度が整備されている。また、かつて英国の植民地であった国々の中でも元はフランスの植民地だったケベック州や 旧オランダ領のスリランカや南アフリカ共和国の法制度は大陸法系である。大陸法系はローマ法、カノン法の全面的啓示を受けたことから、司法の重要な部分が法律の条文によって規定されるのに対し、英米法系は中世の英国においてゲルマン法の一支流であるアングロサクソン法を背景として成立した慣習法であり、 判例が第一次的方言とされ、司法的である点に、基本的な相違点があるとされている。そこから英米方形は、大陸方形と異なる、次のような具体的な特色を有するものとされるが、それは、1066年のウィリアム征服王による、封建制の確立から始まる英国の歴史に基づく、極めて偶有性の高いものであり、英国法の歴史であるとともに、 コモンローの歴史そのものでもある。詳細は、それぞれ、英国法歴史、コモンロー歴史を参照。日本法は、明治期に、大陸法を掲示したため、新択、賠四43条、416条、東民法の、若干の規定を除くほか英米法系に由来する、規定はなかった。第二次世界大戦終結後の連合国軍、占領下に交付された。 日本国憲法は、象徴天皇制や議員内閣制などの規定に、英国法の影響を想起させるものもかなりあるが、最高裁判所以下の司法府の規定などに、アメリカ合衆国憲法をモデルとしたものであり、これによって、日本法はアメリカ法を掲示した。その結果、一部の法律が改正がなされて、日本法は英米法系の影響を受けるに至っている。なお、 国会法、皇室典範、内閣法については共通して立憲君主国である英国法系の新制度に合わせて制定され直した。また、アメリカ法の影響として代表的なものに刑事訴訟法と証券取引法があるが、一方で財産法や商法、刑法、民事訴訟法など多くの法律は大陸法系であるという状況にある。 アルファベティカルインデックスオブザ192ユナイテッドネーションズメンバーステーツアンドコリスパンディングリーガルシステムズアーカイブド2016年7月22日アットザ・ウェイバックマシンウェブサイトオブザ・ファカルティオブローオブザ・ユニバーシティオブオッタワ情景アメリカ法入門2ページ情景アメリカ法入門8ページ情景アメリカ法入門8ページ,ページありがとうございます